どうも、ハイチーです。今回は生活リズムについて話していきますので、よかったらお付き合いください。では、早速ね、話していこうと思うんですが、その前にですね、高校生の皆さん、特に高3の皆さんですけど、今日10月13日に投稿してるんですが、今日は何の日でしょうか？そうだね、センター試験、3ヶ月前だね。はい、ということで今日センター試験3ヶ月前になります。で、1月13日に、センター試験が行われるので、まあ、ちょうど3ヶ月前になるんですけど、そのね、3ヶ月前の今日に、まあ、投稿しようと思ってた内容です、今回は。で、もちろん中学生も関係あるんでね、ぜひ聞いていってください。で、何かっていうと、まず、高校生と、まあ、中学生、高校生だね、の子に、朝方と夜方どっちですかって、もしアンケートを通ったとしたら、きっと夜方のが多くなります。結構な差がつくと思います、そこに関しては。で、自分も実際中高生の時はもう特に高校生の時はがっつり夜型でしたし、まあね、1時2時寝てみたいな、で、まあ学校0時限目があったんで、うちは、まあ、6時とかに起きてみたいな生活をしてたんですけど、高校生の時は。で、それをですね、ちょっと直していきましょうっていう話です。まあ、おそらく生活リズムっていうね、今回タイトルをつけてるので、どうせあれでしょ、早く起きて、早く寝て、早く起きろっつんでしょ、おっさんみたいな、に思ったかもしれないんですけど、その通りなんです。はい。あのね、実際、これ、まあ、中学生もそうですけど、試験を受ける時間がありますよね。で、今回はセンター試験も話に出してるんですけど、センター試験、もちろん受ける科目にもよります。よりますが、基本的には朝の9時半から試験です。1科目目が。ね、2日間両方ともね。で、2時とかにしても、まあ、センターと私立のね、入試とかもそうですけど、割と朝が早いです。これはもう高校受験のみんなもそうです。だけど、朝の9時半、もちろんね、普段は授業を受けてます。受けてますけど、頭は冴えてますかっていう話なんです、そこで。実際に夜型の生活を続けていくと、やっぱり朝は弱くなります。起きてるけど頭が起きてない、脳が起きてないっていう状態が起こりやすい。で、その状態が、じゃあ、普段の授業はね、かったるい先生だからさ、しょうがないぞ、みたいな。思うかもしれない。だから、いや、受験時は、さすがにね、さすがに俺も、さすがに私も、やりますよ、と。ね、まあ、もちろんやりますよね。やってくれると思うんですけど、でも、やっぱり体のリズムというか、まあ、脳のね、働きっていうところは、フルに発揮できるかって言ったら、そうじゃないと思うんですよ。だから、生活リズムを、やっぱりその、試験本番に、ちゃんとしっかり活かせる。その試験本番の時に、ちゃんと脳が働くようなリズムに変えていってほしいんです。で、夜型の生活が長くなればなるほど、生活リズムを直すってものすごく大変になります。これは自分で実感してるので、俺が。これね、本当に大変。で、早ければ数週間、まあ、2、3週間で結構慣れてくるんですけど、やっぱりね、長いとか3ヶ月は必要かなっていう気持ちがある。まあ、感覚としてなんですけど。だから3ヶ月前の今日に撮ってるんです。この生活リズム、生活リズムのね、話をね。でも直し方なんですけども、単純に早く寝るですね。もう早く寝ることによって、結構遅寝遅起きだった子、まあ、学校ね、行かなきゃいけないギリギリまで寝てましたみたいな子もいると思います。まあ、それでも高校生はなかなか遅起きできないと思いますけど、でもそれを早寝することで、早起きまではね持っていけなくても、早寝から遅起き、早寝からだんだん早起きって変わってきます。まず早寝をできるかどうかってとこがすごく大事で、きっと、もともと夜型だった方、1時2時とかまで勉強してたりとか、まあ、起きてた方なんかは、寝れないんですよ。これ、布団に入っても眠くない。眠くないのに、布団に入ってる時間がもったいなく感じるんですよね。でも、最初寝れなくてもいいです。もしあれだったら、寝ながら電気つけて本読んでも構わないです。本当は良くないんだけど。でもね、それでもなんかさ、寝れなくてイライラするってなっちゃったら、本末転倒なので、ひとまず布団に入るっていうところを大事にしてほしいです。で、すごい細かいことを言うんだったら、携帯、まあ、スマホとか、パソコンそうですけど、ブルーライトっていう名前聞いたことあると思うんですね。その画面から出てくる、ね、光のことなんですけど、ブルーライトって眠りを妨げるんですよ。だから、本当は寝る直前とかに、スマホとかパソコンは見ない方がいいんですね。まあ、パソコンとかスマホで見る動画を配信してる俺が言うことじゃないかもしれないんですけど、まあ、その辺、そこまでね、細かいことは言わないんですが、ひとまず、早寝早起きをするといいかなと。思います。最初は苦しいと思うんですよ。元々の生活リズムの方が楽だったと思うと思うんですけど、まあ、少なくとも2、3週間、まあ、1ヶ月ぐらい続けてもらえれば、ちょっと変わってきます。自分の中で、あ、ちょっと変わってきたなって実感が出てくると思うので、本当にね、本番の時に、なんかこう、緊張と体のだるさとかがこう、相混ざってというか、相まって、
あの試験に臨んでしまうのは本当にもったいないですね。それでまあ体調崩そうもんならね、もう本当にそんなもん自分みたいになっちゃうんで、自分で国立のあの前期の時にそれやらかしてるんで、そうなってほしくないっていうのもあるんですが、ひとまず早寝っていうところをちょっとずつ、2時だった子がいきなり10時に寝るとか、もうそれはやめた方がいいよ、やめた方がいいんだけど、ひとまず1時間ごと、まあ、30分ごと刻んでちょっとずつ早くしていくといいです。で、じゃあ何時に寝たらいいんですかって言われるんですけど、まあ自分は12時6時、まあ6時間睡眠をね、押してる人間なので、12時6時でいいんじゃないかなと。日付を超える前までは寝ようぜ、みたいな、感覚でいい。もっと早く寝ても全然構わないんですけど、はい、とは思っております。はい。で、それに合わせてもう一個なんですけど、まあ睡眠時間ね、その、なんだ、生活リズムってとこと、あと、朝食です。朝食抜く子多くないですか？これ見てくる、見てるみんなどうかわかんないけど、特に女の子。自分の感覚だと女の子は抜く子が多いですね、朝食で。中高生の子は朝バタバタしてたりとか、あと親御さんがね、仕事されてると、仕事されて親御さんもバタバタしてるので、まあ、そういったことがあっても朝食いいやーみたいな、で朝食いいやーが続いていくと、それが慣れちゃってね、まあ、もう食べないっすみたいな、食べなくて全然平気なんでみたいななっちゃうと思うんですけど、やっぱりね、自分の感覚としては朝食は食べた方が午前中の熱量というか、エネルギーが全然違います。で、これはですね、自分も二人息子がいて、二人とも保育園行ってるんですけど、で、うち奥さんも仕事してるんで、朝自分もね、こうやって、まあ、仕事する準備しながら、奥さんも準備して、二人の子供の保育園の準備、ご飯食べさせて、歯磨きしてとか、ね、顔きれいにして、服着替えてとかさ、やっていくと、ほんと朝ね、もう、なんかすごいんです。カオスなんです、結構やっぱり。そう。で、時間ないんですけど、でも、やっぱりご飯を、まあ飯をね、朝食べた時と食べてない時、午前中の自分のその仕事の効率、全然違うんですよ。頭が回ってる感覚がね、するとしないがやっぱあるんですよね。そう、なので、それがみんな全員に当てはまるかどうかもわからないし、押し付けるのはどうかと思うんだけど、ただ、いろんなお医者さんの、なんか、ブログみたいのをちょっと読んでてね、いろんな書いてあるからさ、やっぱ読んでいくと、やっぱり朝食は食べた方がいいと、いうのはやっぱり書いてる方が圧倒的に多いです。で、それがね、みんなの体のリズム、やっぱり朝食を食べないリズムが出来上がっている方にとってはきついところではあると思うんですけど、でもそれを慣れていくことで、体には絶対いいので、ご飯を食べた方が、と思うんですよ、俺は。そう。だから、ちょっとずつでもいいんでね、そう、食べる習慣。で、できれば自分は、パンと白米もご飯ですね。ご飯系だったらご飯の方が、頭の回転が良くなる気がします。自分パン好きなんですけど、パンの方がね、あんまりちょっと良くないんですよ。そう、良くないって言うけどおかしいけど。そう、ご飯を、まあ、納豆ご飯とかさ、鮭とご飯食べたりとか、味噌汁飲んだりとかね。んで、食べた方が、なんか頭がスッキリして、午前中撮影とか仕事、まあね、普通に業務したりとか、いろいろあるんですけど、するときには非常にいいなという感覚ではいます。はい。なので、まあ今回に関しては、睡眠時間っていうところと、まあ朝食ですね。まあ含めて生活リズムっていうところにはなるんですが、それを徐々に、さっきも言ったように、いきなりね、大きく変える必要はないんですけど、徐々に変えていってほしいと思いますので、まあよかったら参考にしてみてください。はい、ということでね、今回はここまでご視聴いただき、ありがとうございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ご飯を食べてくれっていうね、話をしましたけど、腹8分目で抑えてください。これね、満腹はね、やっぱり良くないです。いろいろ効率が下がりますので、腹8分目を意識しながら、朝食をとってもらえたらと思います。